全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。医学心理学の研究チームが、青少年が画面を見すぎるとうつ病リスクが高まるという報告をしました。研究チームによると、容量反応解析法を用いて12万5000人の青少年を対象に、画面を見る時間を1日2時間、1日1時間、1日0時間に組み分けして分析を行いました。その結果、1日2時間の組の方が、1日1時間や1日0時間の組よりもうつ病を罹患する可能性が高かったそうです。研究チームによると、青少年が画面を見すぎる行為は、その他の行為に対して積極的になれず、心の健康に影を落としているとコメントしています。ただこの記事はいろいろと情報が不足しているので、そのまま受け入れるのは難しいでしょう。というのも、画面を見ることそのものが悪いのか、画面の内容が悪くてうつ病リスクを高めるのかがわからないからです。さらに言えば、画面というのはパソコンの画面なのか、タブレットの画面なのか、スマホの画面なのかもわかりません。もしかしたらテレビの画面も含まれているかもしれません。もしテレビ画面も含まれるというのであれば、子供の頃はゲームばかりしていた私は、かなりうつ病リスクが高いということになります。というわけで、今回の動画は信憑性に疑問が残りますが、このような研究もあるという程度で見てもらえればと思います。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。